一人でできるものの中の人です。はい、ね、今回はまたウーロンとマサコーチとなんとなんか中に人がいますけど誰ですか？誰かな。大阪から来ました新井元気です。こんにちは。元気くん、はい、元気くん、どういう間かな。マサコーチの、うん、親戚。親戚なの？親戚、いとこから。そうだね、僕の姉の息子になりますね。だから、要は、甥っ子ですね。甥っ子？いとこではないね。あ、いとこだ。甥っ子です。甥っ子か、はい、あ、そうなんだね、うん、ウーロンのお姉ちゃんの子供、子供になります。あ、なるほどね。出てる。いや、びっくりするもんね。で、あの、一緒に動画撮るのもなんでってそう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 。なんで、なんで、どういうことで一緒に撮るの？いや、彼実は、うん、いろいろやってることがありまして。卓球でしょ？卓球だと思いますよね。もちろん卓球もやってます。あ、やっぱやってんだ。はい、卓球やってんだ。卓球ももちろんやってます。ただ、それだけじゃないです。うん、ちょっと自己紹介。大阪の NSC のジュニアってところでお笑い芸人と子役と卓球パフォーマンスをさせていただいてます。すごい。まさかの同じ吉本。言葉遣いしっかりしてるね。そう、あの、違うね。ね、あの、僕もさっき聞いてびっくりだったんですけど、実は吉本つながりなんですよ。うん、すごいね、大阪の NSC。 はい、ね、僕東京のクリエイティブエージェンシーです。よろしくお願いします。ね、いくつ？あ、今12歳です。12歳中1。中1？はい。やばいよ、中1の吉本所属と33歳の吉本所属が一緒に。まあ僕だけちょっと仲間外れ感ありますけど大丈夫ですか？そうだね、ちょっと吉本の話から一旦外れてもらっていい？いや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 。そうなんだね、なんか世間狭いね。まさかウーロンの甥っ子が吉本とは。そうなんだね。さっき聞いたらママは作家さんなんだよね。あ、はい。吉本の YCC の作家コース。もうね、吉本の作家さんの作家さんがもうウーロンのお姉ちゃんっていう、ね、もうすごいつながりですね。固めてますね。あ、すごい、あの、いろんなつながりがありますけどもね。で、今日は、どうすんの？そうですね、今日はだから、うん、前回、まあ、最近ちょっとツイッターで、うんうんうん、はい、一人でできるものさんのツイッターで、うん、まあ、出てたと思いますけど、大喜利勝負をしようということで。そうだね、そんなツイートしたわ、はい、画像ちょうだいっていう。そうです、それをここで披露しようと思いまして。もう勝負する。で、最初は、まあ、二、うんうん、人で勝負しようっていうことだったんですが、うん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 、まあたまたまこの吉本だからね。吉本ですから。吉本だからね。吉本だから。ここでしっかりとこの3人で勝負していきたいと思います。でもさ、いくら吉本とはいえさ、中学校、ごめんね、中学校1年生の子にボキャブラリーで負けたらさ、そうですよ。この動画は、あの、なんだろう、マイナスでしかない、これ。そうですね。だって俺は、まあ、芸人じゃないですよね。芸人じゃないけど、勝って当たり前とみんな思ってるでしょ。まあまあ、いや、もうすごいんだから彼、本当面白いから。ハードル上げてるね。ハードル上げてる、ね。汚い、こういう答えになっちゃダメだ。まあ、そんな感じ。じゃあ、やりますか、早速。やりましょう。大喜利対決。大喜利対決なんですけども、うんうん、その画像を、要は、皆さんから頂戴しまして、うん、139枚集まったね。139枚集まりました、うん、あとはその中から、はい、まさこち、ウーロンが厳選しまして、うん、はいはい、その中から、まあ、3つほど厳選しまして、うんうん、まあ、その写真で一言っていう感じで、はい、まあ、何か面白いこと言えればなんだろう、オッケーいうところでございます、はいはい、で、判定は判定は、まあ、動画を見た皆さんの、うん、まあ、コメントというか YouTube のコメント欄に書いても誰が優勝かっていう書いていただければ、はい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 、うん、で、一応3つやるので、うん、1つずつに対して、うん、その誰が良かったっていうのを言っていただければ、まあ、1回目は誰誰、うん、2回目は誰誰、3回目は誰誰っていう形で3つほど評価していただければ幸いでございます。はい、わかりました。
これなんか三冠王になると何かあるの？三冠王になるとどうしましょうか。三冠王どうしようかな。何か決めましょう。なんかせっかくなんで商品なんか作る。作りましょう。おお、うん、じゃあ 何がいい。絶対取らせないけどもう超大人げない、超大人げないけど。じゃあ、うん、マサコーチのダンスの披露。あー、うん、なんですね。これは披露できちゃうからな。若干できちゃう。でもまあいいか。それどうなったらですか。どういうことですか。で三冠を取ったら、だからちょっと待って、名前なんだ。元木くんが、元木くんが三冠を取ったら、うん、ウーロンの恥ずかしいダンス動画をじゃあまさこっちのチャンネルでアップするとか、うん、ですよね。で、一人でできるものさん、りょうへいさんが三冠を取ったらまさこっちの恥ずかしいダンス動画をまさこっちのチャンネルでアップすると。で、僕が三冠になった場合は僕の恥ずかしいダンス動画をチャンネルでやる。こらそこでボケよ、俺はもう始まってますよ。吉本魂始まってますよ、ね。もうしっかり大阪だもんな。大阪ですから。家も大阪なの？はい、家も大阪です。関西弁出ないね。なんか、うん、東京に来てから東京の言葉でついていってます。あ、ちょっと出たね。あれか、関東に来たらそれモードになるんだ。はい、器用だね。しっかりしてます。うん、しっかりしてる。一応これだけ役者ですから。そうだよね、アナウンサーもいけるね。はい、ありがとうございます。すごいしっかりしてる。じゃあやります、殴りますね、うん。じゃあやっていいですか。じゃあ僕だ、誰か三冠を取ったら僕の恥ずかしいダンス動画をアップするということでいいですか。はい、いいですね、うん。はい、じゃあそれでいきましょうか。それでいこうか。分かんないですけどね。はい、でも誰か取っても僕が踊るっていうことも決まった同然ですけど、いいですか。いや、だから三冠を取らない可能性やったら。なるほどね。そうそうそう、1枚目、2枚目、3枚目で変わっちゃったら、そうそうそう、僕が踊るから。よっしゃ、いきましょう。だからウーロンは、はい、なんだろう、1つ、あ、てか2つめちゃくちゃ自分が会心のできたと思って、3つ目会心のができたとしても言わない方がいい。なるほどね。そういう八百長ができる。八百長ができる。言っちゃったらできないでしょ。さあ、それではじゃあ行きたいと思います。はい、じゃあまずは1つ目、うん、いいですか。うん、まあ、あの画面上でワイプ出すから俺らだけに見せてくれたらいいよ。はい、じゃあ1つ目、うん、いきます。こちらです。これ一言だね。はい、これ挙手制かな。挙手制でいきましょう。うん、いや、ちょっと待って。これすな。はい、あ、じゃあ、はい、言います。またパンチ。はい、それでは、はい、3、2、1。数値から強すぎ。ちょ、画像見せてもらって。吸ってるわけです。あ、吹いてるんじゃないです。吸われてる状態ですよ。あ、なるほどね。あ、こう。髪を分けなきゃいけない感じと。あ、もうね。これな、難しいな。その人が言ったのに対して反応するよりも自分答えなきゃいけない。いや、難しいな。しかもなんか気の利いたこと言わないといけない気がするかな。はい。はい。3、2、1。この人どいてくれない。こっち、この端っこの、この人どいてくれない。あ、この白がこの青にこの人どいてくれないって言ってるんで。あ、なるほどね。あ、そこには目いかなかったわ。なるほど。はい、おお、元気やばい。先に。あ、じゃあいいです。います。3、2、1。このボールあげるからその口笛やめてくれ。ああ、なるほど。そうだね、そう見えるわ。お、口笛吹いてるもん。おお、うん、相当口笛嫌だったんですね。うん。試合中の。そうだね、俺も似たようなニュアンスでずっと考えてたけど、そういうことか。なるほどね、うん、すっごいあったね。もうあげるからと、うん、似てるけどいい。はい、はい、行きます。3、2、1。これ再現する。
ウーロンさ、はい、俺の耳にさ、うん、ふーってやって。まあ、3、2、1。はーってやってる。ってやってる。やってる、やってる。やってますね。やってますね。やってる。やってますね。うん、やってますね。なるほどね。試合中に、試合中やってる。なるほどね。なるほどね。もうってやつね。そう、やめろ、もうっていう。あーっていう。あーもうって。やめろよっていう。っていうことです。はい、全然。さあ、次行きましょう。やばいな、これは雲行き悪くなってきたよ。やばいな。これは雲行き悪くなってきたよ。やばい、やばい、やばい。意外と、さあ、自分のボキャブラリーで乗せたびっくりする。じゃあ行きます。2問目。はい。2問目。この画像です。もう。どうぞ。はい、はい、3、2、1。すいません、あの3の C ってここでいいですか？そうだね、 A だな。これ A これ A ですか？ A だな、あの C 通路側だからさ。あ、 C 通路なんですか？そう、 C 通路側だから、窓側だと A なんだよな。でね、3じゃなくてここね、9とか10なんだな。マジですか？確か、あの大きさにもよるけど。なるほど。そう、今日あれね、9の A で今日福岡から帰ってきたけど、本当これぐらい。そうそうそう。9の A。マジですか？うん。あ、それ俺言えなかった、悔しいな。そうだな。なるほどね。案外出ないもんですね。うん、そうだね。あ、元木。来ました元木。三二一。パスポート見せたのに、なんで僕だけここなんですか？あー、なるほどね。パスポート見せた。パスポート持ってたんだ。待って、ここなんですかっていうか、あれなんだね。勝手にここに来たんだけど、こいつは外だから。外だから勝手に飛び乗っただけなんだけどね。こいつは、どっちかっていうと。なるほどね。どうしても行きたかったんだね。どうしても行きたい。なるほどね。まあ、ワンチャン自分で行けますけどね、こいつ。そうだね、うん、飛べます。自分で飛んなきゃいけない。わざわざ乗らなくて、パスポートまで取ったんですけど、うん、アフラって言ってさ、はい、生命保険。生命保険です。あ、オッケー。はい、はい、いきます。3、2、1。生命保険の勧誘がしつこい。ここまで来たんですよ。そう、ずーっと断り続けてる。ずーっとアフラック入りませんかって。アフラックって言う。アフラック入らない。もういい。もういい。もうアメリカ行くからっつって、もういいよっつってんだけど、うん、ずっとコンコンコンっつって、そう、あの、やってくださいって、ずーっとここまでついてくる。そう、勧誘がすごい。なるほどね。うん、はい。ウェザー、ダメっすね。しんどい。ウェザー。え？じゃあ出てくる画像出てこなかったんだ。いや、まあそうですけどね。うん、難しいな。じゃあ、いいですか。あ、いいよ。3、2、1。頼むからビーフを選んでくれ。チキンじゃねえぞと。そう。うちの家族みんなやられてっから。頼むから。息子が機内食になってて。息子が機内食。頼むからチキンだけ選んでくれ。なるほどね。息子が機内食になってたら、いや、見てらんないよ。うん、確かにね、あ、そういう切り口もあるね。はあ、ははあ、冷静か。いや、なんか面白いことを考えないとっていうのでいっぱいいっぱいなんですよ。ちょ、回します。回しましょう。これいきます。これとかだってやりようないですか？何言っても面白くないんじゃない？わかんないけど。